サーブ39グリペン、ソブ39、ジャス39、ジャスは、ヤースト発音は、スウェーデンのサーブ社を中心として開発された、戦闘機。愛称のグリペンはグリフォン、有力自身の意味。メーカーでは、ザスマート、ファイターというキャッチコピーを用いている。機体のサイズからの分類は、軽戦闘機、用途からの分類は、マルチロール機、多目的戦闘機であり、 スウェーデン語の弱と、戦闘、アタック、攻撃、スパニング、偵察の略称に始まる、JAS39 の機種番号通り、制空戦闘、対地攻撃、偵察などを過不足なくこなす。また、多目的機にありがちな機体の大型化、開発非常唱と、相反して、スウェーデンの国防ニーズと予算の兼ね合いから、高距離やステルス性などの一部性能を妥協することにより、 運用体系における高いコストパフォーマンスを実現している。公式サイトでは、ネットワーク中心の戦い、多彩な作戦に対応する能力、低いライフサイクルコストをバランスよくまとめた機体であるとしている。冷戦期のスウェーデンは、ノルディックバランスに則っ,った軍事的中立政策路線により、国防は独力での戦手防衛が前提であった。このため戦闘機は、 地理的に近接しているソ連軍などの仮想敵からの性攻撃への高い高換性が必要とされた。最終的な要求としては、国内各地の山をえぐり貫いて作ったシェルターへ分散配備し、北ヨーロッパのような寒冷地の陶器の作戦にも対応できるよう、雪に覆われた長さ800メートル、幅17メートルの高速道路の直線区間に離着陸できることが求められた。 このため短距離で離着陸、エストールできる能力と狭いシェルターや高速道路脇の臨時作業場などの十分設備のない場所での整備、そこから短時間で再出撃を実現する高い整備性が最重要とされた。一方で同世代を上回る格闘戦能力、長大な航続距離、当時すでに主流だったステルス性の考慮など予算の兼ね合いで妥協、 ネットワーク中心の戦いへの対応は、後のアップデートにより実現させることになった。開発に合わせ1980年代前半から、基地90と称する飛行場の分散計画が推進され、一部の新規高速道路は大体滑走路を前提として建設された。これらの道路は、長さ800メートル、幅17メートルの直線区間を必ず有しており、 直線区間には給油所や駐機場となるスペースが合わせて整備された。この種の短距離滑走路は国際的活動に対応するため離着陸訓練にも利用されていたが、このような運用思想が帰ってコストを押し上げる要因となってきたことから2004年に高速道路の使用を廃止したが2015年からは訓練を再開した。 サーブ37七ゲンの後継として1980年から開発を開始し、1981年に機体初期提案がまとまった。政府は翌1982年に提案を承認し、試作機五機と量産型30機の開発契約を締結した。試作初号機は1988年12月9日に初飛行を行った。 試作初号機は1989年2月3日の試験飛行中にフライバイワイヤーを制御するプログラムの欠陥によりパイロット誘導振動を起こして着陸に失敗し大破した。その穴埋めとして冷戦終結直後の1992年に初飛行した JAS39A 量産初号機を試験に使用することとなったため、 さらに1993年に初飛行した量産2号機が実質量産初号機となったが、この機体も試作初号機と同一原因により8月8日に墜落した。制御プログラムの修正のために生産計画は大幅に遅れ、1995年予定の最初の飛行隊の発足は1年遅れの1996年となった。 なお複雑型の j a s 3 9トは1996年に初飛行を行った。最新型は基本性能を向上させ、アビオニクスなどを改良したマルチロール戦闘機、グリペン E として製品化され、スウェーデン空軍の他にブラジル空軍が発注しており、2016年5月にロールアウトした。グリペンは微ゲ同様のカナードとデルタ翼の組み合わせである。 クロースカップルドデルタ形式としているが、揚力カナードである微減と異なり、微減より、後の世代のクロースカップルドデル形式の機体と、同様の揚力を発生しない制御カナードである。カナード全体が昇降だのように稼働する全浮遊動式となっており、これは戦闘機タイプの機体では、通常の水平尾翼でも主流となっている形式である。着陸時には最大前傾により、 カナードを立てた状態とすることで、エアブレーキとして機能する。機体の構成素材は、アルミ59%、CFRP20%、チタン8%、鋼材8%、その他5%となっている。CFRP、炭素繊維強化プラスチックは、主にカナード、主翼、尾翼に使用している。その他素材の主なものとしては、レーダーカバーの GFRP、 ガラス繊維強化プラスチック、微翼先端のアフプ、アラミド繊維強化プラスチック、キャノピーのアクリル樹脂がある。バードストライク対策としてキャノピーは厚さ 9mm、前方のウィンドシールドは厚さ 26.5mm を確保しており、重さ 1kg の鳥が相対持続 1000km で衝突する衝撃に耐えられる。キャノピーは左側にヒンジを有する。 横開き式が採用された。操縦系統は30のデジタルフライバイワイヤとアナログの1系統の K4 系統。操縦データは32ビットマイクロプロセッサ68040が処理し、テキサスインスツルメンツの DSPTMS320C30 が入出力とバックアップを行う。運動性を高めるためにピッチ方向の性安定性をあえて弱めた。 空力設計の機体を飛行制御装置により制御して安定飛行を可能とする CCV となっている。FCS の操縦への介入度合いは荷重制限 G と運動制限、向かい角と応転率から6段階のパフォーマンスグループ PG に分かれている。A、荷重制限なし、運動制限なし、軽戦闘。B、荷重制限なし、運動制限緩和。 重戦闘。C、荷重制限なし、運動制限あり。軽攻撃。D、荷重制限あり、運動制限あり。通常。E、荷重制限やや強い、運動制限あり。重攻撃。K、荷重制限最大、運動制限最大。戦闘損傷など。飛行中に任務と荷重の変化に応じて、パフォーマンスグループを自動的に切り替えて、 常に安全で最高の性能を発揮できるようにしている。一方で FCS による制御を前提とした機体であるため試作機においてソフトウェアのバグによる複数回の事故を起こしている。全人気の微減同様、有事には高速道路の直線部分を滑走路として使用する前提として設計された。逆噴射装置を持つ微減に対し、それを持たない本機は、 短距離離着陸能力では多少とも劣っている。しかしながら微限は山中の低いシェルターに収めるため垂直尾翼を左に倒す機構も採用するなど運用手法に最適化した設計により重量は増加したが対策は膠着装置の全部を並列二輪、後部を直列二輪とするなど構造強化で対応したことで最大離陸重量は 2450kg に達した。 これにより滑走路として使用するには高速道路に補強が必要となり、実際に運用できる区間は全国に44カ所、ある特別に強化された部分に限られていた。これを教訓に、グリペンでは A、B 型で最大で陸重量 12,500kg と満載の中型トラックと大差ない重量に抑える子で強化工事を不要とし、結果として滑走路として利用できる。 高速道路区間は増加した。また軽量化に伴い後部の耕着装置は一輪 E、買い方の陸上運用タイプでは全部も一輪に変更となり、これも重量の軽減に貢献している。また、微減の後部耕着装置は二輪のタイヤを収める関係上、耕着装置をよくか中央付近に設置し、タイヤを翼の付け根に引き込む方式のため翼部の重量が 増加し、ハードポイントを設置できないスペースが存在したが、一輪となった本機では胴体引き込み式、E、買い方では、翼の付け根に変更したことで翼部の重量が減少し、翼下のスペースを有効に活用することが可能となった。コックピット内基層には、フォータス概念を採用している。操縦管は、左右に7度ずつ、手前に9度、奥に13度稼働し、 一般的な操縦で使う通常レベルと精密な下記操作を行う低レベルの2種類の度に切り替えられる。また内蔵するトルクモーターによりパイロットがシステム上できない操作を行うことのないように制限する。スロットルレバーには14の機能操作を集約しておりグリップ部のポインティングスティックで多機能ディスプレイ MFD に表示されるカーソルを操作する。ヒューズ車と エリクソン社共同開発の 250-280mm 解析型ハド、D ハド、および A-B 型では 127-152mm モノクロブラウンカンヌ EP-17MK1-2C-D 型では 158-211mm カラー液晶ディスプレイ LCD の EP-17MK3-4 を搭載する ハドカのメインモード選択、機体状態表示装置のボタンを押すだけで戦闘、攻撃、偵察の、各任務に適した飛行モードを選択できる。パイロットの加速度体制を向上させるために、射出座席は27度後ろに傾けて取り付けられ、搭載された、マーチンベーカー射精 MK10 リットル S タイプ、S10LS 射出座席は、 ロケットモーターにより射出後0.19秒の間に18から 20G で加速。点火から0.25秒後にはキャノピーを破壊して、外に飛び出し、2秒後には機体から約70メートル離れる、高度0、速度0からの脱出能力を発揮する。副座の B、D 型では、前席射出時の燃焼炎や破片への対処のために、前後席の間のキャノピー枠から、エアバッグを転調する。 A、B 型及び C、D 型のエンジンは、米海軍機械 A-18、レガシーホーネット等が搭載する、アメリカ製、ゼネラルエレクトリック海 404GE-400 ターボファンエンジンを、スウェーデン企業である、ボルボエアロが改良した、RM12 を一機搭載している。機体とは3本のボルトで固定されている。双発機向けのエンジンを単発で運用するために、 吸気流量を約10%、排気流量を約15%増大することで水力を1万6000ポンドから1万8000ポンドに増強した。また単発機の弱点となりやすい生産性を極限まで高めるために制御システムは機械油圧式と電子式を併用して上調性を50%から90%に向上した。整備性の向上のため、 全13箇所中12箇所には機体に搭載したまま使用可能な内視鏡の覗き窓を追加し個別交換可能な7つのモジュールでエンジン本体を構成している。また内蔵する20個のセンサーで取得したデータを飛行5回ごとに自動でダウンロードして整備や改良などに使用する。C、D 型から米国国防総省が技術提供を許可しなかったためにボルボ社が GE 社の協力の下で、自主開発した全自動デジタルエンジン制御、ファデックを搭載した。また、フレームホルダーを空冷式に換装して、寿命を約3倍にしたり、エンジン排気温度を下げて、ノズルからの赤外線放射の抑制を図ったりしている。E、買い方からは、K404 シリーズの発展型で、KA-18E、K スーパーホーネットが搭載するゼネラルエレクトリック海414を同じくグリペン向けに改良した海 414GE-39E エンジンを搭載する。この回収によりミリタリー水力の20%増大を達成しアフターバーナーに頼らないマッハ1.1での超音速巡航が可能となった。当初からネットワーク中心の戦いが 年頭に置かれていたが、コスト増を防ぐためにアップデートでの対応とした。このためアビオニクスの拡張性が高く、導入国は自国のニーズに合わせた製品を導入することが多い。中央情報処理装置は、エリクソン社が汎用コンピューターを航空機用にした SDS-80D80E を搭載する。CPU はパスカル D80? 駆動周波数 266MHz3 機、HDD は 160MB、320MB まで拡張可能、メモリーは 64MB、プロムは 32MB、毎秒通信速度 1MB のデータバス3機で接続している。C、D 型からは中央情報処理装置を MAXD96 に換装した。これは PowerPC プロセッサー。 駆動周波数2 6 6ヘルツを使い、データバスを5機に増加することで、処理速度を約10倍に向上している。プログラムは、初期は A だ83、2002年以降は A だ95で記述されており、プログラムサイズはグリペン NG で300万行以上になっている。更新記録や飛行データの記録は A、B 型でのハイ8アナログビデオレコーダーから C、D 型で、 ダークとデジタル記録方式によるマルチメディアカードに更新された。データは飛行中でもデータリンクにより TCPIP 形式で地上に送信され、万が一墜落したとしても墜落直前まで地上で受信、記録できる。マルチメディアカードは、ホコリや水に対し耐性があるものの墜落時の衝撃には耐えられない。C、D 型から、 ユーロファイタータイフーンで採用しているヘルメット、搭載表示器、HMD、ストライカー発展型、コブラに対応している。コブラは、ストライカーより軽量化されており、両目に視野40度の表示領域を移し、対地、対空兵装の照準や速度、高度など、飛行所限を表示する。ヘルメットの凹凸には、頭部の位置を感知するための磁気センサが内蔵されている。2007年より、 南アフリカ空軍で運用が開始され、同年スウェーデン空軍でも発注された。ブラジル空軍は、ブラジルのエイル・サステマース、エイル社のタルコ HMD を採用し、スウェーデン防衛素材管理局も、E 型用として同様に発注、2022から2026年に配備運用される予定。レーダーは、エリクソン社が開発した PS-05A を搭載する。 探知距離は、スウェーデン空軍発表で、イ、A-18C、D 搭載の案、APG-65 よりは短いものの、ミラージュ2000のより20%、イ -16 の案、APG-68 より40%長い。ト長い。空対空で8モード、空対地で7モードあり、空対空では、毎秒60度の操作が可能となっている。C、D 型からは、 信号処理装置を ASIC 社がパスカルで組んだ D80 からマキュリーコンピューター社のパワー PC を使ったレースに変更した MK3 となりデータの処理速度が向上 MK4 は探知距離を約30%向上し合成開口、SAR モードが追加されたまたフロントエンドのアクティブフェーズドアレイアンテナ AESA アンテナへの変更も施行された まず2008年、タレス社の V2AA、ラファール搭載のレーダーのアンテナを PS-5 に統合したモデルが、グリペンデモに搭載されたが性能に満足できず、また、ラファールとグリペンが輸出市場で競合していることから、これは量産に移行しなかった。その後、セレックスがリレーをアビオニカ社のブルービック戦レーダーのアエサ試作機の成果を反映した PS- レゴ ASA、 あとに、ES-05、例文と、解消が開発された。約1000個の窒化ガリウム、元素受信素子で構成され、同社が開発したキャプター、E、ユーロファイター台風運動祭の例がーー、同様アンテナ部の間にあるスワッシュプレートが、機械的にうすることで、上下左右約100度という非常に広い視野を有している。E、買い方からは、 内装式のセレックスガリレオアビオニカ社のスカイワード、ガーストが搭載される。スカイワード G は、ユーロファイタータイフーンが装備するパイレート、赤外線捜作追跡装置やセレックス製の陸上、及び船舶用アーストを参考に開発されたので、機種のコックピット前方にやや右側にオフセットされる、形で装備される。左右に160上下に60の視野を持っており、 200目標の追跡が可能である。スカイワード G は2014年3月31日、グリペン E デモンストレーターに際され試験は実施された。電子戦装備は、エリクソンサーブ射精ユーズ -39 で4機のウィングチップユニットと1機の電子戦完成装置、ユックで構成される。ウィングチップユニットは、レーダー警報受信機、RWR を含む、 レーダー警報受信機は初期の広域帯受信型の AR830 から1999年以降より広い帯域に素早く対応できる強域帯受信アンテナを追加した棒 -21 に変更された。棒 -21 は対象周波数帯域2から 20GHz のデジタル RWR でリアルタイムで レーダパルス列分離を行いデータベースから発信源を特定する機能を持つ。RWR コンピューターは民生用パーツを使い、またリアルタイムオペレーティングシステムも民生にも使用されるベックスワークスを使っている。また、WATU は ECM 機能も持っている。u クは ECM 機能を持たないが、データバスを介して、チャフ、フレアの射出を制御する。オプションで、 デジタル周波数記憶機能、妨害波発信機、反復妨害波発信機、出力ステージモジュールを追加できる。ユークの制御する対抗手段としては、ボール後端に内蔵し、チャフ、フレアを160発搭載。BOP-B、ボーイ402、主翼仮面の外減速パイロン後端に内蔵した、直径 55mm のチューブ6本にチャフ、フレアを12から18発や、 栄光式デコイボー 2D を搭載。BOP-C ボーイ403右限道体後部の主翼とつながる張り出し部に3機、下面に1機内蔵し、チャフ、フレアを各20から40発収納がある。セルシウステック社製栄光式デコイボー 2D は、重量は 2kg 以下で、約 100m 伸縮するワイヤーにより、超音速飛行時も栄光可能となっている。 ユーズ39と双方向通信を行い射出後も発信モードを変更できる。BO2D は1997年3月に開発を完了しており、E、買い方からセレックス e s 製の新型デコイ、ブライトクラウドエクスペンディベリアクティブデコイを装備する。ソフトウェアをアップデートすることで電子線能力を維持し、ステルス性能の低さを補っている。維持。 運用経費の削減にも注力された結果、仙台の微減と比較によると、空軍の整備拠点に搬送しての整備を一段階減らしている。平均故障間隔、MTBF 約7.6時間、平均復旧時間、MTTR 約2.5時間となり、48時間の作戦行動における稼働時間が約38時間と約54.5%運用効率が、 向上している。従来の第4世代戦闘機と比べると、平均故障間隔、MTBF で30から50%優れ、飛行時間あたりの必要整備人員が半分から3分の1、作戦運用効率は25から30%高くなっている。整備機材式はコンパクトにまとめられ、整備機材、並走、整備要員を近距離では大型トラック3台、 遠距離では C-130 輸送機に搭載可能となっている。空対空装備は10分以内、空対地装備は20分以内で、エンジン稼働状態のままでの再装備と給油が可能となっている。エンジン交換は設備が整っていれば、取り外しに30分、取り付けに30分で終了する。また小型のホイストと台車があれば3人程度で作業が可能である。 搭載された自己診断装置、ヘルスウサゲモニタリングシステムズを用いることで、検査の省力化が図られている。一機の整備要員は、正規の技術士官、または、整備兵一名をリーダーに招集兵五名からなる、小チームにより、エンジンの完全なオーバーホールや制御プログラムの書き換えなど専門性が非常に高い作業を、ちょ、ほぼすべての整備が可能。また臨時招集されたものでも、 機械整備の経験者ならば、短時間で理解できる設計とするなど、緊急時の整備性に重点が置かれている。ユーザー側でできない整備は、エンジンオイルの成分検査、射出座席のパラシュートの梱包など、ごくわずかである。再出撃までの時間を短くすることが、設計段階から、 考慮されており、同世代機が2から3時間ほどかかるところを10から20分ほどで終了するため整備員に負担がかからず結果として少ない数での運用が可能になっている。前任の美元の輸出がゼロだった結果を反省し、イギリスのベシステムズと提携して輸出にも積極的である。同世代機に比べ格闘戦、ステルス性能、航続距離は劣るものの、 電子戦能力が高いため地対空ミサイル部隊の支援がある領空内では、スマイナス35にも劣らないとしている。また、機体価格は、回マイナス 35A の約半分、多目的戦闘機ながら、小型軽量、整備性が良好で維持整備に関わるコストも低いという特徴を生かし、主に、ブラジルや南アフリカ共和国のような中心国、発展途上や、 開発国のスウェーデン自身も含めた、経済規模の小さい先進国、純先進国、雪の影響を受けやすい東欧を中心に、次期主力戦闘機候補として、売り込みを行っている。ノルウェーでは30年間使用し続けた前、運用期間中のライフサイクルコストは、海マイナス 35A の方が30億ドルほど、安くなると試算しており、運用形態によってはコストがかかることもある。 しかし、回マイナス35は、操縦系統が高度にデジタル化されているため、ボーイング TX などの操作がより回マイナス35に近い練習機を新たに導入しなければ、訓練不足となることが指摘されているが、グリペンは複雑型があるためこのような高価な練習専用機を導入せずに済むという利点がある。また回マイナス35は、開発終了後も技術的問題により、 維持コストが高騰すると指摘されているが、グリペンは運用コストが安定しており、予算の都合で倍近いイニシャルコストを負担できない国もあるため、スウェーデン政府の支援を受けリースの更新や中古機の再整備による価格の低減、導入国の産業界に利益をもたらすオフセット契約を設定するなどを官民で連携した販売戦略を展開している。いい 買い方は価格が従来型より上昇しているため、サーブは要望があれば C、D 型の新規製造や余剰機の上とリースにも応じる方針を明らかにしている。競合は、ス -16、ミラージュ2000、ラファールなど、ローコストが売りの軽量戦闘機であるが、アップデートによる能力向上と柔軟な契約によりい、A-18 位、い、e。カイ ユーロファイタータイフーンス、スマイナス27回、回マイナス35など高価格な構成の機とも比較されている。この他にアルゼンチン、エクアドル、ケニア、ベトナム、韓国などに提案されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。